チャンヨルは SM エンターテインメントに所属する韓国出身の歌手、俳優。男性アイドルグループエクソ並びにエクソ系のメンバーでポジションはメインラッパー、サブボーカルである。またセフントのユニットエクソ SC としても活動している。本名はパクチャンヨル。日本の公式サイトやマスメディアではチャンヨルと表記、呼称されているがチャニョルとされる場合もある。 ソウル特別市出身、血液型は A 型、身長185センチメートル。現代高等学校卒業、2012年、ケイヒロシサイバー大学校文化、芸術経営学科入学。という名前は循環国語のため漢字表記がなく、中華圏での活動の際は名前を当て字にして、ボクさん、レッツという芸名を使用している。 日本での活動の際は、チャンヨルと表記、故障されることが多いが、韓国語での発音は、チャニョルである。ちなみに、チャンヨルという名は、アルチャンヨルメという意味を持つ。江東区に、母の経営する、イタリアンレストラン、ビバポーロ、江東北に、父の経営する、ライブカフェ、良い世界づくりがある。しかし、母が経営する、ビバポーロは、すでに閉店している。 架空能力は火で、フェニックスを召喚する人物として設定されている。グループ内で日本語を得意とするメンバーの一人であり、日本での活動時は通訳を介さずに受け答えすることも多い。また、アメーバ個人ブログを日本語で更新している。車の運転免許所持。ニックネームは、歯並びが良いことから、歯のセレブ、メンバーたちにエネルギーを与えるということで、ハッピーウイルス。 耳が大きいことからパクドビー、ヨーダ。趣味は音楽鑑賞。特技は作詞と楽器演奏、ラップ。ギター、ドラム、ベース、ジャンベ、ピアノなどの演奏を得意とする。作曲も手掛け、自作曲の動画をインスタグラムに投稿している。理想の人物はジェイソン・ムラーズとエミネムで、よく聴く音楽はヒップホップトラップ。好きな食べ物はカルビとトンカツで、 辛い食べ物が苦手。好きな色は黒。好きな映画はスクールオブロック。子供の頃から動物が大好き。明るく前向きな性格。何かにハマると没頭するマニアな部分がある。癖は手でリズムを取ること。ザウの命は楽しもう。仲の良い芸能人は東方新規のユンホドスーパージュニアのチェシウォン。16歳の頃に通っていた。 演技学院の同期であるブロック B のピオとも親交がある。好きな日本の芸能人は木村拓也、X ジャパン、ラルク・アンシエル。2016年4月以降は ATN アンカーを務めているパクユラは実施。パクユラとは年が3つ離れており、仲の良い顔のよく似た指定として知られている。デビュー当時ダンスを習うのに最も苦労し、デビュー曲ママの振り付けを 初めて練習した時は、同じエクソ、K、メンバーの会と、セフンに徹夜で動きを教わった。背番号が61である理由は、小学生の時のニックネームが、パクちゃん彦だったため、ビーグルラインの一人で、ベクヒョンと共に、芸能人ボーリング団、チームワンに所属している。2016ロッテファミリーフェスティバル小学生の頃から、音楽に興味があり、アメリカのコメディ映画、 スクール・オブ・ロックを見て、ドラムを始めた。中学1、2年の頃に独学でギターを学んだ。中学3年生の頃、2007年開催の、ニガワ・ペンタポート・ロック・フェスティバルでミューズと、ラルク・アンシエルのステージを見たことが、きっかけとなり、バンド活動を開始した。仲間同士で組んだ、ヘビーノイズという名前のバンドに所属し、グリーンデイやニルバーナ、X ジャパンを好んだ。 高校時代は、サイレンという名前のバンドで活動した。2008年に、学生服ブランドスマート主催の第7回スマートモデル選抜大会で銀賞を受賞した。同受賞は、アイドルという夢を密かに抱いていた。チャン・ヨルにとって、芸能界入りに挑戦するきっかけとなり、一時期歌手を夢見ていた父が心強い味方となった。16歳の時に演技学院に通いながら、 準備をした。2008年の高校1年生時に、路上でスカウトされ、同年を受けた SM のオーディションに一度で合格した。活動していたバンドは解散した。高校1年生の時に練習生生活を開始、SM 入社後、初対面のベックヒョンと20秒で親しくなった。現役高校生時に所属事務所の先輩少女時代の、日本デビューシングル、ジニーのメガボルトに出演。 同メガボルトの予告映像が2010年8月20日に公開された。4年間の練習生生活を経験、練習生当時からラップをすることが大好きだった。エクソメンバーとしてのデビュー予告映像と名前の初披露は2012年2月23日公開のエクソピーザー20ちゃんやるだった。12人中最後の公開だったため、親や友達、 本人は、チャンヨルの初公開を待ち遠しく感じていた。2012年4月8日、エクソ系のメンバーとして、韓国で正式デビューした。2015年の誕生日記念として、ワールドカップ公演に、チャンヨルの森が増設された。2016年11月8日にアメーバブログを開設、日本のファンのためにブログを作ったという内容の記事を、日本語で初投稿した。 俳優としても活動しており、2015年に日本でも公開した映画チャンス紹介初恋を探してでスクリーンデビュー。2016年には少女時代のソヒョンと共に中国映画だから私はアンチファンと結婚したに出演。MBC ドラマミッシングナインで地上波ドラマ初出演し、2018年のドラマアルハンブラ宮殿の思い出では、 天才プログラマーのチョンセジュ役を演じた。2021年3月24日、初主演映画、ザ・ボックスが韓国で公開され、世界11カ国で公開されることが決定した。3月29日、兵役のため、韓国陸軍へ入隊した。主演は役名を、太字で、表記表紙モデルは氏名を、太字で表記。ありがとうございます。